みなさんこんばんは、みーチャンネルでーす。みー久しぶりの更新になってしまった、すいません。札幌で撮ってるやつがこういう喋ってる系は最後になってるんちゃうかなと思いますが、今はみーぽんぽんは四国に車の免許取りに来ました。イエーイ。めちゃくちゃのどかな中で音楽で人前に出るっていうのは一旦お休みしてるんやけど、まあ、曲作ったりしながらは、まあ、していましたが、この前あのインスタのストーリーで質問箱みたいな久しぶりにやったら、質問っていうかお悩み系が多くて、そう、ほんでその中で一番でか、今回だけじゃないんだけど、ずっと質問箱をすると毎回あるようなテーマがあって、それについて喋ってみようかなと思います。なんで死ぬほど元気なん？質問してたのが5月やから、なんかこう、まあ、梅雨まで行ってないけど、でも気持ち的にこう、まあ、新生活始まって、1ヶ月経って、まあ、ゴールデンウィーク明けがあって、なんかそれでまあ、落ちてる時期なんかなと思いながら読んでたんやけど、なんでそんな元気なんっていうのは、フォロワーの方にも言うし、アーティストの方、あと演劇やってた時の、先輩だとかにも言われます。だから、結構体調がいいって、風邪ひかへんのは、アホって言うやんか、なんか。そこぐらいしか長所ないなと思ってたけど、なんか一つもう才能って言っていいレベルで元気やでって言われた体調不良でライブを飛ばしたこともなくて、一回駆け当たって飛ばしちゃったんですけど、それだけ体調では落としたことがなくて、勉強合宿中やから単位みたいに言ったけど、珍しいらしくて、ほんでほぼ大阪おるときはライブハウスでのライブとか、まあ、決まった日に歌うことが多くて、まあ路上ライブが結構厳しいからってのもあんねんけど、札幌いるときとかは10日連続で4時間とか1日50曲ぐらい歌ってる時もあって、それを10日とかワンマン前でちゃんとチケットをお届けしなあかんみたいな時期は結構そのぐらいやっとって、でもまあ割かし元気という動いてる量というか歌ってる量もあるし、移動距離も増えたから、それで多分余計アクティブに見えるんやと思うねんけど、でも聞かれることがすごく多くて、これは明確に理由というか、ここで変わったかも。みぽんも体調崩しやすい時はあったんですよ。そう、まあ、生まれながら割と元気な方やけど、でもなんか風邪ひくなみたいな年もあったし、ずっとなんか蔓延になってる鼻炎とかがあったりしたので、でも落ち着いてきたなって最近は確かに自分でも思うんですけど、理由があるんですよ、あるんですよ皆さん、まあ、簡潔にさっきね言うてまいますけど、ピルです。こんな感じでミーポンが飲んでるのはピルも何種類かあるんですけど、1ヶ月で終わるやつというか、周期で休薬してお休み、薬を飲むのをお休みしてみたいなのあるんですけど、ミーポンのはヤーズフレックスって言うんですけど、最大4ヶ月に1回でいいんですよ、生理が。これ男性、今ここまで見た方は、あー俺たちの話じゃねみたいなね、男性お断りみたいな、男子禁制みたいなやと思うかなと思うんですけど、男子こそ知ってる方がええなと思うねん。ピルのこともそうやし、生理のこととかってなんか日本の授業とかって男女分かれてやってたじゃないですか。なんかそれとかもめっちゃプールとか休むの嫌やったし、なんかなんでちょっと汚いものみたいなになってるのがめっちゃ嫌やなって学生の時から思っとった。だから女の子の広くもう女子の曲だねじゃなくて、カラオケとかでさ、あんな歌ってもさ、なんか笑って聴いてくれる方がいいなと思う、なんかみたいな感じじゃなくて、知ってる方がモテると思うんでそういう曲を書いたりもしたけど、だから男子歓迎、男子禁制じゃなくて男子歓迎って感じで、最後まで見てくれたら嬉しい。さあそれでは、ピルも3年目かなになるんですけど、いいとこと悪いとこというか、まあ、使ってる本人のレビューというか、まあちょっと参考になったらいいなと思います。まず日本で使ってる子って 5% ぐらいしかいい日なし、ドイツとかは、50% かな、半分はもう使ってる状態なんて、まあうちのお母さんとかにさ、最初言った時とかも、なんか自然の摂理を壊すなんて体に悪いんじゃないみたいなあったんやけど、まあ婦人科の先生に聞いたら、重かったから、すごく毎回すんごいお腹も痛くて、もうイライラもする PMS って言うんですけど、もうすごいし、みぽんぽんは体が楽器になってしまうというか、仕事の大事なものになってしまうから、その声がこもるんやって、生理中ってやっぱ横隔膜でこう圧迫して声って出してるから、その力入らへんのよ、お腹痛すぎて、なんで踏ん張れへんから結局喉声になるみたいな。でレコーディングとかライブに当たった日がもう最悪で、気持ち的にも下がってるし、そう、ほんでなんかさ、衣装とか着るやんか、まあ漏れも気になるんですよ、血ついてないかなとかになるんやん、ほんまに多い時はな。
2日目とかに当たっちゃうと、もうそんなのばっかり気にしとったから、そう声も出えへん、衣装も気になるし、喉を使ってまうし、みたいな感じやったから、そう、なんとかしたいなと思っとって、で、最初相談に行ったら、やっぱり重い方に入るのと、ピルを飲んで体に危険あるんですかとか、もうミーポもめっちゃ聞いてなんか気になるから、将来大丈夫ですか、なんか子供を産みたいってなった時に大丈夫ですかみたいなのも全部聞いたら、その今現状で毎月来てるサイクルで重すぎる方が子宮内膜炎とか将来的にその産婦人科系の婦人科系の病気になりやすいっていうのを聞いて、いろんな先生がいるからミーポ2人聞いたんですけど、同じことを言ってはったので、まあ、それを今信じて飲んでる感じなんやけど、まあ、これはみんな気になると思うから、まあ、各お家の近くの婦人科なのかちょっと聞いてみて、判断を最終的には自分でしてほしいなと思うんやけど、ミボンはそれでそっちを取ったから、最初1ヶ月のシート安かったんですよ。3割負担の方でやってるんですけど、500円ぐらいのやつをやったけど、副作用がやっぱり、まあ、1シート目っていいものでも悪いものでも若干あるんですけど、もう結構しんどくて、1シート目飲んだ時が、その安いものを飲んだ時が合わんくて、もうこれで体に合う人は絶対こっちの方がいいと思うよ。でも合わなくて吐き気の方がしんどくて合わんなってなって、だんだんレベル上げようかなと思ったけど、1シート目使って一番安いやつやったから、ミポ100ゼロやからさ、脳みそが一番高いやつ使ってみようと思って使ったら、これは4ヶ月に1回でいいし、生理を起こすのが起こすっていう考え方なんよ。自分の狙った日に、まあ、言うたらその120日間飲んで、で4日間休薬したら、まあ、2日飲んでなかったら、まあ、出血がある感じなんですよね。だから3、4っていう感じに、この4日なんやけど、この日はライブとか、なんか大事なことがない日、ゆっくりできる日に当てるっていう考え方になってきたんやけど、そう、起こすのは120日に1回でいい。まあ、逆にその、ちょっと手前で飲み忘れたとかなったら、起こってしまう時もあるけど、まあ、基本はうまいこと飲んで、まあ、体に不調とかなかったら、まあ、不調があったらやっぱ、不正出血とかもあるみたいなんやけど、がなかったら、飲み続けていいみたいな。あといいところで言うと、めちゃくちゃ肌荒れが減りました。ニキビもすごかったよな。なんかこの辺とここやな、 T ゾーンと呼ばれたことは、鼻とあとでもこの辺とか、まあ、全部まあでかいのがボッボッボって出てきてしまうタイプやって、なんか学生卒業したら皮脂も落ち着くよって言われとったけど、私は大人ニキビが結構しつこくて、それこそ撮影の前の日とかやったら、うわ最悪と思いながら、まあ補正で今消せるけどさ、でもなんか嫌やなと思いながら、まあ、ツヤツヤで出たいわなと思いながらやったけど、ほんまにニキビとかは減った。うん、今もなんか気になるところはあるけどな、いっぱいあるけど、ニキビという点では悩まなくなった。たまにできるぐらい、寝るの遅かったとか、めっちゃ食べ過ぎた時とか、うん、多分その生理のことではないって感じ。そう、不摂生です、不摂生かな。メリットとしてはそうやな。で、デメリットはまず値段ですよね。値段ってか料金がそもそもかかること。いらないけど、まあ、ワンシートやったら、まあ、2000円以内で買えるし、ミポンが飲んでるやつもいいやつやねんけど、3500円ぐらいやったと思う。3ヶ月分もいただくんやけど、1万円いってたかなって感じ。でもさ、2、3日潰れてたタイプやからさ、生理で。ほんで、生理の後2、3日と前2、3日もコンディション悪いんや。そう。で、なんとなく微妙みたいなのが、好調じゃない日が5日間ぐらいあるんですよ。で、まあ、月の半分ぐらい正味、なんかまあ絶好調ではないみたいな感じなの、女子は。いやね、もっと重い人もいるし、まあ狩る人もいるしって感じじゃない。個人差はあるけど、まあ半月、月の半分って半月やな。半月元気やったらいいなっていう感じだったけど、それが、まあ絶不調がまあ3日はあるんや。3日動けへん日を3000ちょいで買えるんやったら買うって思った。1日でもめっちゃ大きくない？だってバイトとか考えたらさ、もう時給1000円としてさ、とか考えるとさ、3日を3000円で買えるなら買うなと思ったね。これがもうこっちの生活というかリズムに慣れてきたら、例えばワンシート1万円でもあっても買うなと思う、ね、それはポポが裕福やからじゃないで、もう全然庶民やね。庶民やけど、そのぐらい効果を感じたから、そう買うなって思うね。費用と、まあ、あと1シート目は確かにだるかった。でもその最初に買った安いものよりは大丈夫やった。まあ1週間ぐらいって慣れた。ちょっとなんかだるいな、ちょっと頭痛いかもみたいな感じはあったけど、ポポはエアーズフレックスは慣れました。すぐ飲み忘れ、さっきもちょっと話したけど、飲み忘れの時は生理が急に来るから、まあ注意というか、まあびっくり、まあそういうもんやったけどな、もともと生理で急に来たみたいなばっかりやったけど、飲み忘れると結構すぐ不正出血になっちゃうから、一回出血しちゃったらもうそのまま一回4日は休まなあかんのか、生理起こさないとあかんみたいな
感じだから、まあ、そこがちょっと難しい。まあでも寝る前に時間決めてやってる子やったらちゃんとやってる方は全然大丈夫だけど、日本はもう結構ポンコツなんで結構読み忘れたりするんだけど、体重が減りにくくなったかな。ゴリゴリにトレーニングやってる時やったんやけど、有酸素運動とかめっちゃやってる時やったけど、踏む前にダイエットしてた時よりは絞りにくくなった気がする。でも太ったとは言われへん、体重は増え続けてるんや。なんならその高校のムチムチ期やった時と体重は変わらんねんけど、多分筋肉太さるのかな、分からんけど、まあ移動してる距離というか、まあ行動の加減がでかいからかもしれんけど、体重は増え続けてます。落とすんがむずいかも。なんやろな、なんか安定させようとするんかな。筋肉はついていくんですよ。そう、まあ体質もあるかな、筋肉質なのかな、分からんけど、でも減らんのよ体重が。だからもうシンデレラ体重とかあるやんか、もうかけ離れてるよ。てか標準より全然大きい方です。じゃあ減量したいとかやったら、まあもしかしたら関わってしまうかもしれん。根拠は分かれへんけど、あるかもしれんけど、でもポンポンは見た目重視なので、見た目が絞れてたらいいかなと思っているんですが、男性の皆さんいかがでしょうか。とまあでもそのぐらいかな。デメリット、金額、あの見忘れが怖い、あと吐き気とか、最初の1シート目がまあいいものって言われてもまあ多少はあるのと、あと体重が減りにくい、まあむくみやすいもあるかも。足だるくなりやすいから、もういつもゴキブリ体操してる。ゴキブリ体操ってわかる？こうやってやるやつ。あの手足をこう上にやって寝転んでブラブラってするやつを毎日してるとかはあるかも。むくみやすいのはあるかもしれんけど、飛行機の乗りすぎかも。むくみやすいのは移動、交通移動が多いだけかも。痩せにくいっていうのとちょっと関連してるのかなとも思います。くらいかな。デメリットとメリットと両方お伝えしましたが、精神力も全然ないし、集中力もないし、まあハートはもしかしたらちょい強かもしれんけど、でもそのハートちょい強の理由もそのピルによって安定してるのはあると思うわ。うん、一番その環境変わったりとか、まあ、人間関係とかいろいろあるけど、私的にはポンポン的には一番ピルがでかいんかなって思ってます。だからもし、まあ、一回トライして合う合わんもあるから、もし気になってる方いてたらぜひ、重くてなんかあんまり半月はコンディション悪いんですみたいな方がいたらちょっと試してもいいかも、とか候補の中に入れてもいいかも。うん、いろんなリラクゼーションとかあるけど、なんか根本的には改善しんかったことがめっちゃあったから、思い切ってそのホルモンバランスから、こう、交通整備した、ちょっとあの、教習所にいるもので、ちょっと用語がね、出ちゃう。最終判断はみんな自身やけど、頼るところは頼っていいと思う。もう、医療の力、これは医療の力ですか？そうですね。モチベーションはどうしてますかとかもあったけど、もうなんか、もう怠け者やね、めっちゃ。いいや、こんなん。だからさ、ハートが強いわけじゃない。ハートは強いけど、気力が強いわけでも、気力は強いけど、何が弱い？意志は弱いと思うし、継続力も全然ないし、でも言ってもらえるのは一つそれかなと思う。まあ、他のこともいくつかあるけど、また参考になったら、こういう話がもし参考になるようやったら、撮ろうかなと思います。頑張り屋さんの子こそなんかそういうものに頼っちゃいけないとか、もしかしたら思ってるとしたら、もう全然いいと思うねんな。なんかそこの辺は、なんか使えるものは使って生きていこうって最近決めた。参考になったら嬉しいなと思います。今日の質問はこんな感じでしたが、体調管理もいろいろやっていますが、まあ一番はこれかなと思ったので、なんかこれからの女子もそうやし、なんか男子にとってもこう、なかなか聞きにくいやんか。なんかこういう話って。女子にね、直接。だからなんかこう、気にしてもらえたらなっていう感じで撮ってみました。久しぶりのおしゃべり動画でしたが、いかがでしたでしょうか？なんかちょっと、助け舟になったらいいなと思いますが、なんか質問とかあれば、ニポも定期的に婦人科には行ってるので、まあ、自分で行くのが一番な納得とかできると思うけど、なんか代わりに聞いてほしいことあったら、聞けるタイミングがあれば聞いてみるので、先生にもよかったらコメントとかしてみてください。ということで今日は、ニポンポンなんでそんなに死ぬほど毎日元気なのでした。この日の動画がええなと思ってもらいましたら、チャンネル登録とグッドボタンとコメントお願いします。それでは今日の動画はこれにて終わりにしようかなと思います。女子強く生きろ、男子優しく生きようって感じで、みんなで助け合って生きていきましょう。今日はありがとうございました。パパ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